ヨゼミの総大入試プレイか。で、人科どれぐらい過去問取れてるの？まあやっぱね、早稲田は甘くない。教学部の21年か。そうね、21年の教育が一応慶応の賞も受けようかな。あ、慶賞。おはようございました。もちちゃんです。さあ、今回は、はい、岡山においでいただきました。はい。久しぶりにやってきたんですが、まあ、協定受けない。早稲田、一本でもないの？他受けんの？次第は。他、受けないかなって。本当に早稲田だけしか受けないってこと？はい。恐ろしいなぁ。まあ、そんな中ね、ヨゼミの総大入試プレイか。そちら、受けたということで、はい、その結果を見ていきたいと思うんですが、現状を、そもそもじゃあ、早稲田の勉強だけしてるってことでしょ。はい。どんな感じで進めてる勉強の進捗状況ですよ。過去問やるんですけど、うん、全然できねえなって。英語は特にはい国語と、うん、日本史、うん、はい、頑張れば上がるかなみたいなところなんですけど、英語だけがやっぱり、うん、そのさ、塾では英語だけやってるっつったよね、確かね。はい。なるほど。そこでただ英語の伸びを感じられない状況でいるってことですね。はい。日本史がまあ得意だったと思いますが、その日本史と国語はこれだったらいけるなと感じた理由は。いや、なんかいけるなっていうより、うん、上がるな。英語に比べて英語に比べて相対的に相対的にまだ上がる可能性があるなっていう感じってこと。そうですね。覚えてないのはそんな出なくて。なるほど。さあ、じゃあまあとりあえず結果を見ていきたいと思いますが、はい、ではいきます。総大プレイ、社学目標でやったんですね。で、英語100点中56点、偏差値 54.6、 平均点 49.4。 思ったよりは良かったんだけど、もっとボロボロかと思ったら、いや、ここもなんか、ね、はい、文法の後ろ2つ文法で、はい、そっちがそんな取れてないなって。いや、でも意外と思ったよりいけててっていうのもあれだけど、取れててちょっとびっくりした。もっと取れないかと思ってたわ。なるほど。まあ、だからやってみた感想としてはかなり難かった印象。まあ知識問題がって感じ。そうですね。後ろ2台はで、まあ497日153位で、自分としてはもっと行きたかった。そうですね。読み返したら大問2とかはそんなむずくなくて。ああ、なるほどね。もっといけるんじゃないかって思ったってことね。はい。ただ1はちょっとマジに何言ってるか分かんなかったです。ああ、長文ね。じゃあまあ続きが国語です。国語が100点満点中46点、偏差値 42.9、 平均点 55.9。 さっき国語の方がって言ってたけど、国語の方がだいぶ悪いんですけど。そうですね。498日364。ああ、なるほどね。国語は難かったですか？そうっすね。そうっす。前のさ、動画もそうっすねばっかり言ってるから、もうコメントにそうっすねって来てたからね。国語は、うん、なんか最近でも過去問やる感じ、なんか、うん、ここまでひどくはないっていうか。なるほどね。はい。原文古文だったら、まあ、どれがいけてどれがむずいみたいなのあるんですか？なんかどっちもどっちですかね。どっちも苦手ってこと？原文は時間がっていう感じですね。あ、時間が足らない、はい、なるほど。古文もそうなんですけど、うん、基本的に全部時間足らなくていいんですけど特に原文はなんかしっかり読んじゃうのか、うんうん、なんか最初に読むじゃないですか、うんうん、でその後問題解くんですけど、その、あ、問題は見ないってこと？最初。そうですね、最初もうがっつり読んじゃいます。あ、そうなの？それで間に合うの？なんかそれだと読むのに10分まあかかるかかんないぐらいで、うんうん、解くのにやっぱりめちゃめちゃ時間かかっちゃうんで。人によって、絶対やんない、それは。英語でも現代文でも絶対やらない、それは。だって無理だもん、そんな終わんないもん。あ、そうなんだ、はい。え、いろんなの試してみなかったの？いろんなっていうの？いや、だから問題最初見てからとか。何も試してないです。へー、ずっとやってるっすね。なるほど。いや、ちょっと試してみた方がいいんじゃない？わかりました。何が合うか分かんないからね。あ、現代文が35点中7、で古文が25点中15、で現代文漢文融合ね、はいはい、が40点中24と。じゃあまあ得意な日本史ですよ。唯一ですか？はい、そうですね。はい、そうっすね。なんか、そうっすね、はい、得意っていうより去年の知識まるまるあるんで。ああ、なるほどね。その分だけちょっと有利かなっていうぐらいですよ。で得点は100点中68点で、偏差値 61.5、 平均点は 49.5 で、順位が206人中24ということで、おお、これはだいぶ上の方に来たんじゃないですか。ああ、はんはんはん。やっぱできた感はあった、やった時に。いや、もうちょいできたなって思った。ああ、もうちょいできたなんだ。え、記述とかもあるの？記述は、ああ、なるほどね。間違えたかな、うん、え、社学自体は出ないけど、小に出るの？記述は、うん、教育と、うん、あと文文校と、うんうん、そうですね、小、うんうん、論述もなんか、小、うん、そうですね、小、はい、説明みたいな、僕の、うんうんうん、ああ、国語の記述が長いやつがない何も書かれてない。あー、なるほど。じゃあ英語に関してもちょっとか、英語は全部マークですね。で、最初の長文読解共通1が14、24点中で、長文読解共通2が24点中12、
で長文読解共通3が24分の16で空所保持が16分の10で整合問題が12分の4と。なるほど。あ、まあやっぱ知識ってこと。いやでも長文も本当取れるのかが心配で、まあ、別に社学じゃなくてもいいからね。もうとにかく早稲田。あ、そうです。だからとにかく忘れた。だからね、人科からずっとやってるんです。でしょ。そうです。で、人科どれぐらい過去問取れてるの？それじゃない、やっぱ人科に引っかかってくれればいいか。だからこれ何年っつったら、ちょうど3日前2日前にやってるんです。学校2023、はい、23年でも目標正答率 80% で正解率が 56% だいぶ違うぞ。23の人科でこれか。やっぱ知識が足らないって感じ。ここやばいです。10分の3とかなんで。うん、そうだね。そこなんとかしないといけないね。半分、まあ、半分は超えてるんですけど。そうだね、正誤だね。どうするかだよね。じゃあ知識をなんとかまずは入れるってことを考えないといけないわけですね。人科が一番優しい、受ける中で、はい、英語に関しては。え、他も23受けた。ちなみにまあまあ本番で受けてるのがあるけど、23はこれしかやってないです。あ、これしかやってないんだ。てか昔は人科難しかったけど、今はやっぱり人科が一番簡単だから、ここで5割だときちい。まあやっぱね、早稲田は甘くない。もっと前もやったってこと。小とかさ。ああ、小学部の21年か。ああ、じゃあまだ優しかった時だよね。で 70% 目標で 63%。 ああ、60分の38。これはどうでしょう。4号がむずいなっていうイメージでした。ほんと読解は年によって本当に違うけど、だ前の小学部は簡単だったし、あとはだから2年前の小と、あとは教育か、難しくなる前の小教育がちゃんと取れてればいいなって感じですね。そこで取れてないとなかなか。そうですね、21年の教育が 70% 目標で 66%、50分の33。うん、そうだ、この頃の教育や賞がちゃんと取れてればって感じで、23に関しては人科が取れてればなって感じかな。国語だと73。おお、国語結構取れるんだね、人科の。これがちょっとやったことあるやつで、そんな当てになんないです。ああ、なるほどね。そっかそっか。まあ古文とかは特にそれ怒っちゃうからね。社学の日本史がめちゃめちゃ難く感じた。ああ、なるほどね。ぜひ受けた皆さん、それお願いします。過去問こうだったみたいな。そう、日本史はむずいとか。じゃあ今は今日ももう過去問やってるって感じですか。そんなことないですね。あ、何やってんの他。英語は出されたプリント全部とりあえずやってて、うん、あ、それ塾のってことね。あ、そうです、うん、どういうプリントをやってるってこと。なんか塾語の穴埋めだったり、うん、それだったら正語もそうですし、うんうん、塾語と正語やってるってことね。長文も、まあ、でもそれは過去問でいいかなと思いつつも、うんうんうん、まあ、やりながら、あとは文法の形が載ってる510個あるみたいな、うんうんうん、文法の形って何。なんか例題みたいな、例文、うん、基本例文みたいなやつ。うん、それを毎日やりながら並び替え正常、うん、正常ね、もうやってます。なるほど。まあ早稲田は並べ替えは長文中だもんね。そうです、はい、とにかくまあ知識がまだ足りてないっていうのがまあ一番の問題だと思うので、そこをどうするかですね。正語はだからまず学習院とかやってみて、それのレベルは解けるのかを知りたいわ、はい、そこ解けるんだったらまだまだ望みはあるかなと思うけど、はい、学習院も解けませんだと厳しいですね、うん、まあ、やっぱり英語が一番の問題点という感じですね。人科だったらいける。人科の原文な問題なんですよね。ああ、そっちもか。マジで読みにくいんですよ、うんうんうん、人科舐めちゃいけないんですよ。昔は英語もとてつもなく難しかったし、横文字めっちゃ多くて。あはは、なるほどね。残りちょっとしかないですから。そして2ヶ月ですね、はい、勉強してもらえる。一応慶応の賞も受けようかなって。あ、慶賞、なるほどね。え、なんか小論は？な、論文だからいけんのかなっていうぐらいの気持ちだけなんですよ。過去問見たことないの？ないです。だ、見なきゃ。舐めちゃいけないよ。あれ日本史だけ解きました。まあ日本史だったら、早稲田解けんだったら、まあいけんじゃない？めちゃめちゃ簡単でした。でしょ？そう、早稲田解けるんだったらいけるから、慶尚の英語も簡単な可能性あるからね。可能性ね。今のレベルがわかんないから、うん、まだ過去問やってないでしょ？はい、やってみてもらって、まあ早稲尚より簡単だから、慶尚の英語の方が。うん、それで時間が足らない人が多いだけで、だって記述あるからね。記述さえできればいけるから、その論文テストに関しては早めに見て対策した方がいいよ。うん、はい、それはやっといた方がいいんで。言うてる間にまだ出てないか。慶尚のやつは出てないのかな。そうです。うん、そうか。ではどういうはいつも言うけど、慶応の方が点数は取りやすい。だから早稲田受かれる人だったら慶応は行きやすい。小論が。で、小論がってみんな言うんだけど、いやいやいや、ちゃんと対策すればいいから。小の場合はなんか計算とかしなきゃいけないんだっけ。ぽいですね。うん、そうそう、それは特殊だからやっぱり対策しないといけないけど。だから平さんに聞くとか、5日後に平さん来るから。あ、ここにです。うん、来るからその時に聞いてくれ。あらかじめ言っとくから、これ聞きたいって言っといてくれればそれも送っとくから。あ、OK です。はい、ちょ、慶応も考えてるということで、はい、じゃあ頑張っていってもらおうと思います。はい、じゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございました。Thank you for watching.